ミキコの部屋始まるよ。<music> F.M. ギノワンをお聞きの皆様、明けましておめでとうございます。二千十八年一月三日、時刻は十三時三十分を回りました。ミキコの部屋。 今年もどうぞよろしくお相手い,い,い,いたしますのは川水美希子ですこの番組は毎週素敵なゲストをお迎えしゲストさんの活動や今後の活躍を応援していく番組となっておりますランチタイムを終えて午後のお仕事そして夕方までの気分をリセットするこの時間帯皆様にとっても楽しいひとときとなりますように番組では皆様からのメッセージを募集しておりますメールアドレスは 七九七アットマーク fmgnowan.com 数字の七九七の後にアットマークをつけてローマ字の fmginowan.com です。よろしくお願いします。今年は番組内でも皆様からのメッセージを紹介したりリクエストなどにもお答えできるようにしていきたいなと思っておりますので、この番組ミキコの部屋。 の方ににおおお気軽に送っててくださいお待ちしてりますなお、本日は前撮りでの収録放送となっておりますので、動画配信、そしてツイッキャスの方はお休みとなります。あらかじめご了承くださいませ。さて、2018年、初のゲストさんはどなたでしょうか。まもなくお目見えになりますよ。 はいどちら様ですか。こんにちは。あ、ようこそお待ちしておりました。さあご紹介いたしましょう。ソプラノ歌手の川光リカさんです。こんにちはよろしくお願いします。いいねソプラノの感じで入ってきていい感じですよ。新年早々 <laughs> 今日はありがとうございます。<laughs> <laughs> そう大事だよあのソプラノ歌手の人はね。してる。<laughs> はいリカさん改めまして明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。アグーリー。 本当にそうですね。はいはい。アウグリおめでとう。今年も講師ともどもどうぞよろしくお願いいたします。はいまあ講師ともどもの説明のちょうどするとしまして、はい。早速ですがリカさん自己紹介していただけますでしょうか。はいお願いします。川光リ香です。那覇市出身です。はい。えっと沖縄県立芸術大学の正学専攻卒業しました。はい。で最近はそうですねえっと。 県内で演奏活動したり、はい、あとはコーラス、うん、あのシニアコーラスや。あとは歌のレッスンなど、<導>ピアノを教えたり、<ー>指導したり。はい、そういった感じで活動しております。よろしくお願いします。お願いします。はい。もうね、新年早々誰を呼ぼうかなって考えた時に。 リカってすごい思いました。ありがとうございます。<laughs> すごお引き受けくださりありがとうございます。こちらこそありがとうございます。<laughs> えっとまあリカさんとの出会いを簡単に私も思い起こしてみました。は時はそうですね何年前なんだろうか<の>リカさんがね学生の頃私が高校の時ですねこう、ね、沖縄女子短期大学附属高校というところの合唱部に所属してたリカさんはい。はい そこへ、私はまあ、ボイストレーナーとして合唱部をちょっと覗かせていただいたり。はい、で、前門先生でした、ね。そうなんです。旧姓の前門先生の時に出会って。はい、<laughs> まあ、リカちゃん上手だね。ピアノも上手、歌も上手ということで、ずっと見ておりました。<お>ね。いろんな流れがあるさ。<笑><笑>そうですね。いつの間にか、私たち親戚になりまして。<laughs> びっくり。<laughs> <laughs> 仲良くさせていただいております。<laughs> はい、はい。今後ともよろしくお願いします。いますはい。<laughs> <laughs> さて今日は、えー、お越しいただいたのはまず早速この新春にコンサートがあるっていうのを聞いております。はい。そのコンサートのお話お知らせをこちらでまず紹介していただけたらと思います。お願いします。はい、いつになりますか。えっと聖楽グループソニ <laughs>、はい、ーを二千十八ニューイヤーコンサートが、うん、えっと一月八日月曜日、はい、成人の日祝日ですね。はい。えっと浦添市手打子大ホールで、はい、えっと三時から あのクラシックの声楽のコンサートがあります。と、はい、私の先生尾長剛先生門下のこのコンサートです。うん、今回はあの東今東京のあの新国立劇場オペラ研修所というところであの勉強しているあのワリトンのイラハリョウマくんが東京から、はい、そしてえっ、ー、と兵庫から長谷川萌子さん、そして金沢から松下渚さんという方をが今回は沖縄メンバーに。 プラスして、あのー、コンサートがあります。素晴らしい、梨花さん、完璧。あ、完璧ですか。お家で練習してきたでしょう。<laughs> いやいや、ね、あ <laughs> 今ね、あの、チラシの方が目の前にあるんですけれども。<laughs> 大勢の歌手が歌われるようですが、<laughs> すね、総勢十二名。名はい、すごい、ソプラノが。一二三四五。そうですね。 123456789名男性もね3名いるので,でバリトン2人デュエットとかもあるということでソロありデュエットあり、はい、なかなかねあのオペラってねなんか敷居が高いとかコンサート見に行っても。 あんまり分からないしとか苦手だなって思うところなんですけれどもあの会場行くとねプログラムにちょっと曲目の説明があったりう、ね、どういう歌ですよっていうね、うん、あの案内もあるので、ね、初めて聞く人。 また何回も聞く人もね、あ、この歌手はどうやって歌うんだろうなって。こんなに大勢の歌手がいたらね、聴き比べもなかなか。ね。あるかなって思いますね。聞き応えもあるだろうし。みんな声が違うので。面白いよね。ソプラノって言っても、いろんな種類があってね。強い声があったり、軽い小鳥のような声があったり。今、今、の中にもたくさんいるんだろうな。ね。ぜひ皆さん、お箸を運びください。はい、お待ち。そして、今日はこのコンサートのチケット。 はい、リスナープレーンとリカさんが用意しているとお聞きしております。はい、なんとペア一組、ご準備してくれるということで、ありがたいです。はい、こちらのコンサート、ニューイヤーコンサート、ただこホール一月八日。祝日の、えー、お昼開演二時半十四時三十分。あ、じゃあ、会場十四時三十分、開,開演十五時,、はい、時、ね、私も行きます。はい。はい 聞きに行きたいと思います。こちらのコンサート行きたいなという人はぜひこちら、えっ、ー、と本日限りにしましょうかね。はい、えっと F.M. ギノワンの方で受付させていただきます。先ほど申し上げましたメール797アットマーク F.M. ギノワンドットコムもしくはえっ、ー、と電話ファックス098-943-0094 ゼロ九八九四三ゼロゼロ九四の方で本日中受けと受け付けしますので、ええー、ぜひ行きたい方は連絡ください。しそして当日あの受付の方で、はい、FM 喜ノ湾の美紀子の部屋聞きましたということを伝えていただければご用意させていただけるということで、はい、よろしくお願いします。りかさんは何曲歌うんですかこれ？私は二曲ですね。今回は、はい、ソロ曲二曲です、うん。なるほど。はい、じゃあ楽しみにしております。ぜひ皆さんも。 お足をお運びください。はい、はい、それでは、この辺で、リカさんの本日、ご紹介いただきたい曲をお願いいたします。はい。一曲目は何にしましょうか。あの、私の好きなソプラノ歌手、はい、ミレンラフレーニさんが歌う。うん、あの、今回のこの、えん、コンサートでも、私が歌う曲なんですけど。はい。あの、オペララボエムより、私の名はミミ。を聞いていただきます。はい、はい、では、お聞きください。 お届けしています本日のミキコの部屋は、えー、ソプラノ歌手の川光理香さんにお越しいただいておりますありがとうございますはいこちらこそありがとうございます <laughs> ハッピーニューイヤー,ー,イヤーアウグリー,イーイいい総合で言えるよはい。川光理香さんはい。今年3月私たち宮古島行くんですよね行きます今日楽しみです <laughs> 講師の師になるんですけれども、はい、プライベートで私たちは宮古島の方に行くことになっておりましてはい。 で加さんはいつぶりになるの？多分ね、小学校一年の時に行ってるみたいですあ。あ、あんまり記憶がない。全くないですね。<ー>写真が残ってて、うんうん、妹と一緒に写ってる。妹ね、妹さんもいるからね。<う>なるほど。えっとね、私は去年の5月に行ってぶりになりますね。うん、で、宮古島ね、なかなかいいですよ。私もお仕事でもプライベートでも時々行ってはいるんですけれども、ね,ね、あのー、久しぶりの宮古島ということで、もうあのいろいろ なんか、うん、様相を想像しててね。はい。楽しみいい <laughs> まあ、行く前からごちゃごちゃ言うのも、ね、言うのもなんだし、<laughs> 多くは語らないけど。<laughs> うん、一番は、なんか時間の流れが違う感じがする。え、沖縄よりもですか?。うん。<え>離島の、一緒劇とも違う感じがした。うん。一時間が。八十分ぐらい。あ、もうちょっとかな。あれみたいな。めっちゃ長い。そうそうそう。<laughs> <い>だし。あのー、距離も。十分ある。 行くと遠いところ行くねみたいなこと言われるからびっくりした。<laughs> <laughs> まあまああの本当に楽しい。あのコンビニに刺身売ってるからね。なんで？でそれを。都で取れたやつかな。そうだと思う。刺身ってコンビニ。でそうびっくりだよね。なので宮古島は普通にコンビニで刺身を売ってます。はい。<laughs> 楽しみにしてましょう。それではこの番組唯一のコーナーに行かせてください。はい。おいしいものを最高。最高。<laughs> さあ実はこの都に行くということで私都のものを何か持ってこようと思って探しまとめました。しうん、えっと久松五右衛士というメーカーがございます。えー、初めて聞いた。本当？うん、誰が言っても誰が見てもわかるはずよ。なんかね。<laughs> 知本当？<laughs> えっと明治三十八年五月二十五日ロシアのバルチック艦隊を宮古島近海に発見。うん、はい。 でこれ大変なことになったっていうことで、うん、その時ね電信施設がないから、うん、宮古島のさば煮をさば、うん、に5人有志が乗って、うん、石垣島に伝えなきゃって言ってこのすごい荒波の中を伝えに行ったというお菓,、ねうん、お菓子なんですけれどもねそれをりかさんに今日は食べていただきたいと思います。いいますはいどどうううぞぞ、えっとね、空港ににも普通に売ってるだろうし、はい 宮古島行ってきたよって言ったら、たいこれをお土産に持っていく人が多いです。ですね、はい、あの決して博多の人ではございません。<laughs> なんか似てますよね。この、かあの。感じが。あのね、バームクーヘンのちっちゃい感じで。中に、クリームが入ってるのかな。どうぞどうぞ、ご試食ください。はい、いうん。嬉しい。いちょっとね、黒糖も入ってるらしいよ。うん、どうでしょうか。うん。いしい,いけるでしょう。お茶とも、コーヒーとも。うん ね、はい、いろんなのだ久松五右衛門という、えー、宮古島メーカーを紹介しております。うん、ありがとうございます。じゃあリカさんそのままご試食続けながら、もう一曲曲の紹介していただきたいと思います。二曲目は何になりますか？二曲目は、はい、えっとですね、私最近コンクールとかも出てまして、うん、おそこで声楽のコンクール、うはい、そうですね。はい、歌いまくってた曲あの。はい 蝶々夫人というオペラの中から、はい、えっとある晴れた日に、えっ、ー、と私の好きなレナータテバルディさんが歌うとても有名な曲です。聴いて,い,聞いてみましょう。はい、お願いします。お届けしました曲は、えー、オペラ蝶々夫人より。 ある晴れた日にお聞きいただきました。ありがとうございます。今回のコンサートでもこれも歌います。これは歌わない。歌わないんだ。えっと、とても好きで、うん、あの。そうですね。大学の頃から歌ってたんですけど、はい、最近また歌い出して。私見てみたいオペラの、あ、り、りかさんが出るオペラのナンバーワンは蝶々不人なんですよ。実は。 そうなんですか、はい、だからいつかぜひ歌ってほしいなと和風も似合う和装,和装、うん、着物も似合いそうだしどのオペラのアリアを聴いても蝶々夫人しっくりくるというか見てみたいなと思うオペラですなのでいつかぜひオペラ出てほしいな、はい、と思ってます。ねはい スペリアーも願っております。<laughs> ります <laughs> はい。えっ、ー、と、神光リカさんご自身の歌の活動のほかにも、歌やコーラスご指導いろいろされているようなんですけれどもね、はい、どうですか教えるって。教えるのは楽しいですよ。うん、あ、本当？でもあの私もすごい勉強になります、ね。あすごい。うん、教えるってなんかね自分が分かっている改めてね発見みたいのもあるからいいかもね。ねうん、年齢層幅広いと思いますが。幅ですね。あの最高齢。ピアノは。うん あ、ピアノもか、<今>そ,うかそうか、そうか。ちっちゃい子が四歳。はい、あ、三歳。うん。ね、で、で、あのコーラス教えているところは、はい。何歳ぐらい。最高年齢ね。何歳ぐらいお聞きできないのかもしれないが。八十、九十代とか見いるじゃないですかね。本当。そうか、そうか。 私もね、前に八十八十二ぐらいだったかな、な恒例な方教えてたあるんだけども。元気。元気、本当元気、なんか若者より元気。かって若者って。そうだよね。あの、みんななんかバイタリティがあるというか、まあ、そういう方から。いろんな意味で私も吸収して、まあまあ教えはしますけども。すごいよな、元気でこの八十過ぎて歌えるって、ね、私も皆現わなきゃとか目指すわっていう。 思うところだけど、すごく人に教えるって勉強になるし、ね,ね自分のためにもなりますね。うんうん、ぜひぜひ今後も続けてご指導の方も頑張ってください。さて余談ですが、はい、えっとリカさんの妹のリサさん、はい、ご結婚されて。はいはい 長野の方とご結婚をされて今神奈川の方横浜に住んでるのかなここで何かメッセージ言うかメッセージそうですねどうぞどうぞおでさんから新年のごあご挨拶も含めてリサさんに行ってみたらじゃ妹のリサさん明けましておめでとう多分今長野に多分お正月は長野の旦那さんの実家にすごい寒いそうで電波を通じてお伝えください なんかラインとかでもやり取りしてるのでなんか遠くにいる感じがしないんですけど、仲良しだよね。まあ健康に気をつけて楽しく過ごしてください。ささん今年もよろしくお願いします。もうねお父さんもお母さんもみんな仲良し家族なので楽しいかみつけですが、はい。さて楽しいお時間はあっという間となります。そろそろお時間となりますが、リカさんいかがでしたか今日は。楽しかったですね。またぜひ来てください。はいありがとうございます。あの1月8日の このコンサート以降の予定って何かありますか？予定はですね、またそうですねコンクール受けたり、あとはあの小さいあのカフェコンサートみたいなのもちょっと企画してなかやっていきたいなまだあの決まってないんですけどはっきりした時期とかはちょっと見ながらやっていきたいですね。リカさんの今後楽しみにしておりますね。でもあのリカさんの歌本当に私力強さも感じるし繊細さも感じてます。ぜひぜひもうこの リカさんがどこに方向進むのかなっていうのを楽しみだし、うん、一つ一つのね歌ステージを大切にしてこれからもぜひ頑張っていってください。<laughs> はい、ありがとうございます。今週のゲストは川辺リカさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、えー、今年もこの番組素敵なゲストさんをどんどんお招きしていきますよ。番組を通して力いっぱい応援していきたいと思います。皆様どうぞ本年も何卒よろしくお願いいたします。それではまた来週もお会いいたしましょう。 お相手は神んみっこでした。ちゃおあらプロシマセティマナチちゃお